생각보다 되게 빠르다. 와, 시원하다. 재밌다. 처음 타봤네. 야, 내가 3일 동안 여행하니까 진짜 힐링이 되긴 한다. 이렇게 놀아보는 게 얼마만이야. 안녕하세요, 다홍입니다. 애교모 제준상의 토크から 한국어 공부しましょう. 이게 생각보다 되게 빠르다. 이게 생각보다 되게 빠르다. 이게 생각보다 되게 빠르다. 생각보다 되게 빠르다. 또 하나 했습니다. 하이, 생각보다, 思った より 되게, ものすごく 빠르다, 早い. 또 하나 했습니다. 생각보다の 보다와 何々 より という 比較を 表す 助詞になります. では この 보다を 使った 例文を 見ていきましょう. コーヒー より 紅茶が 好きです. コピーボタ 홍차를 좋아해요. 하하 より 새가 大きいです. 엄마보다 키가 커요. 자전거 より 速いです. 자전거보다 빨라요. 빠르다 와 この間 説明しました. ル変速の 形容詞になりますので 用態にした場合 速いですにした場合 빨라요빨라요なります. じゃあ過去形 速かったですは 빨랐어요빨랐어요になります. 시원하다. 재밌다. 처음 타봤네. 시원하다. 재밌다. 처음 타봤네. 시원하다. 재밌다. 처음 타봤네. 시원하다. 재미있다. 처음 타봤네. 또 하나 했습니다. 하이, 시원하다. 스즈시. 재미있다. 오모시로이. 처음 타봤네. 하지메테 노테미타네. 또 하나 했습니다. 스즈시 노 시원하다. 시원하다. 와, 이런나 의미가 아리마스. 스즈시. 爽やかだ. あっさりしている. はっきりしている. 暑くて または辛いもの食べた時に さっぱりする. のような色んな意味があります。なので、風のようなこう気候が涼しいという意味のほかにもこう気分がすっきりするとか味がさっぱりしているという意味としても使われています。特に韓国の方はこう辛いものを食べた後にそのさっぱりとした感覚のことに対して、ああ、塩なだとよく話します。ではその例文を見てみましょう。冷えて涼しいビールが飲みたいです。 시원한 맥주를 마시고 싶어요. その子は性格がさっぱりしている. 그애는 성격이 시원해. 風が涼しい. 바람이 시원해. 찌개鍋の味がさっぱりしている. 찌개 맛이 시원하네. 야, 내가 3일 동안 여행하니까 진짜 힐링이 되긴 한다. 야, 내가 3일 동안 여행하니까 진짜 힐링이 되긴 한다. 야, 내가 3일 동안 여행하니까 진짜 힐링이 되긴 한다. 3일 동안 여행하니까 진짜 힐링이 되긴 한다. 또 하나 시대입니다. 하이. 3일 동안 3일간 여행하니까 旅行したら 旅行すると 진짜 마지데 힐링이 되긴 한다. 癒されるっちゃ 癒される. 또 하나 시대입니다. ここの 힐링 という 言葉なんですが これは 英語の 힐링 の 言葉から 来て います。ハングルにヒーリングという英語を書いた言葉になりますね。つまりま癒しとか治療ヒーリングという意味になります。このヒーリングというものは2020年頃から韓国でよく使われるようになった言葉になりますね。トークバラエティ番組なんですが、ヒーリングキャンプというヒーリングキャンプ という、そういう番組がありまして、その番組はこうゲストの皆さんの悩みを聞いて、それを癒していくっていう、そういう番組になります。そこから使われるようになったそうです。ヒーリングという言葉を使った例文を紹介したいと思います。試験が終わったら、ヒーリングしに癒されるために海に行こう。試験 끝나고 힐링하러 바다에 가자. 試験 끝나고 힐링하러 바다에 가자. 最近 ものすごく 忙しくて ヒーリング 癒しが 必要. 요즘 너무 바빠서 힐링이 필요해. 요즘 너무 바빠서 힐링이 필요해. 이렇게 놀아보는 게 얼마만이야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 . 또 하나 했습니다. 이렇게 このように 놀아보는 게 遊んでみることが 얼마만이야. どれぐらいぶりなんだろう. 또 하나 했습니다. はい、とても久しぶりみたいですね. はい、놀아보다 遊んでみる. そしてこの게は 前も一度 説明しましたが 것이 ことが
の宿約形になりまして、ゲになっていますね。はい、얼마마냐、どれぐらいぶりなんだろうと話しています。생각보다되게빠르다와시원하다재밌다처음타봤네야내가3일동안여행하니까진짜힐링이되긴한다이렇게놀아보는게얼마만이야今日覚えてほしい単語です。思ったより、생각보다、생각보다、涼しい、시원하다、시원하다、面白い、재미있다、재미있다、ヒーリング、癒し、ヒーリング、ヒーリング。생각보다、생각보다、시원하다、시원하다、재미있다、재미있다、ヒーリング、ヒーリング。メルマガを登録してくださった皆様に今日やった内容のテキストを配布しています。ぜひ登録してください。そして今日の内容いいと思ったらいいね、またチャンネルの登録もよろしくお願いします。